はい、キューベース新規の第2回目となります。今回はですね、前回紹介しきれなかった部分を解説していきたいと思います。まずですね、こちらマーカートラックに改良が加えられていまして、今ですね、こういうふうに構成イントロ A なんかをつけています。このマーカートラック、一つのプロジェクトに対し一つのですねマーカートラックしか作成できなかったんですけども、これがですね、このように複数追加できるようになっています。このメリットとしましては、一つ目のマーカーで例えば構成、そしてもう一つはサイクル範囲を登録しておくという使い方なんかが便利かと思います。通常のマーカーは従来の通りですね、鉛筆でこういうふうに追加することができます。そしてサイクルに関しましては、登録したいですねサイクル範囲を選択した後にこちらのボタンを追加と、このボタンをクリックして点灯させることでサイクルが有効になります。といった形でですね、マーカーを混在させずに表示することができます。これはちょっとおまけで以前にも解説している機能なんですけども、これをクリックしますとスプリットが行われます。要はですね、このトラックを下に下げたとしても常にですねマーカーがついてくる状態になりますので、このあたりもですね、このようにちっちゃくしておいて設定しておくとかなりですね便利に使用できるんじゃないかなと。で、このつながりでですね、いつものようにこう楽曲を書き出したいといった時ですね、オーディオミックスダウンに行きますけども、ここにですねサイクルマーカーの書き出しというものが追加されています。これにチェックを入れまして、書き出したい範囲ですね、今 ID1 となっています。 ID1 というのはここですね、今1番と。で、この ID をですね、例えば3にしますとこちらも3に変わります。といった形でですね、書き出しの範囲をここで簡単に選択することができるようになっているといったところも覚えていただけたらと思います。次にサウンド面の新機能行きたいと思います。まずですね、オーディオインという機能が追加されています。これはですね、オーディオトラック、もしくはこのようなインストゥルメントトラックをですね、ソフト申請、今ですとレトロログになるんですけども、サイドチェーンでですねレトロログに流して、レトロログのパラメーターでこれらトラックのサウンドを加工できるという機能になっています。まず通常通りインストゥルメントトラックでレトロログを立ち上げます。ここにですねサイドチェーンボタンが搭載されていますので、これを選択します。次に目的のサウンドをこちらレトロログに流す必要があります。今ですね、すべてがインストゥルメントトラックになっていますが、もしですねオーディオトラックの場合はここですね、出力をこちらサイドチェーンに流すことができまして、インストゥルメントの場合はですね、こちらミキサー開きまして、このルーティングといったところ、閉じていた場合はですね、ここをクリックすると開きます。で、このアウトプットをこちらレトロログに流せば OK ということですね。今ですとドラムを流したいので、このステレオアウトからサイドチェーンに変えます。はい、これでですね準備は完了です。とりあえずこれでですねミディノートを流しておきます。この状態でこのインプット上げます。で、このレトロログのですねサウンドは鳴らしたくなくて、今のドラムサウンドだけ鳴らしたい場合は、このオシレーターをですねゼロにしてしまえば OK です。もしくはこのオシレーターをオフにするという感じです。あとはインプットでですね、このようにドラムのサウンドがレトロログの方に流れていく。あとはこのあたりのフィルターなんかをですね使うことによって、このようにソフト申請上のパラメータを使ってサウンドをコントロールすることができるという機能になります。今ですね、このオーディオインに対応しているのがレトロログになっていますけども、今後ですね、いろいろなシンセサイザーとかサードパーティーの製品なんかも加わってくると、非常に面白い機能になってくるんじゃないかなというふうに感じました。そして今回 Cubase 9 の目玉機能としまして、こちらサンプラートラックというですねトラックが追加されています。これはもう名前の通りですね、オーディオ素材を非常に簡単にサンプラーに取り込んで加工することができるというものになっています。やはりですね、こう制作を行っていくと、一旦このMIDIの打ち込みをオーディオにしていろいろと加工したいということ多々ありますので、ちょっと今までですね手間がかかっていましたサンプラーですね、これら作業はですね非常にシームレスに行えるという特徴があります。まずですね、トラックを作成してみましょう。このようにサンプラートラックが作成されました。この下像のですねサンプラーコントロールというものがそれに該当します。このサンプラーに取り込む素材はオーディオファイルという条件がありますので、今ですねこのストリングスをオーディオファイル化して取り込んでみましょうか。まず以前の Cubase 8に追加されましたインプレースレンダリング、これで簡単にですねオーディオファイルを作成できます。はい、今ストリングスがこのようにオーディオになりました。一度聞いてみましょうか。ただコードを伸ばしているだけのフレーズとなります。次に先ほど追加したサンプラートラックですね、これをちょっと分かりやすいように上に持っていきましょうか。こんな感じです。まずこのトラックを選択して、こちらですねサンプラーコントロールに切り替える、そして読み込みたい素材をここにドラッグアンドドロップするという簡単な操作になります。で、この取り込み方なんですけども、例えばメディアベに登録してあるこうオーディオ素材をこちらに持っていくということもできますので、このあたり非常に使いやすくできているんじゃないかなと思います。それではこのストリングスをこのように取り込むと、そ
そうしますとドラッグアンドロップしたオーディオ素材がこのサンプラーの中に入ります。もうこの時点でですね、鍵盤に割り当てられています。少し話が戻ってしまうんですけども、先ほどトラック追加でサンプラートラックを追加して今これができているんですけども、例えばサンプラートラックがプロジェクト上になかったとしてもですね、この下ゾーンのサンプラーコントロール、ここにですねドラッグアンドロップすることで自動的にですねサンプラートラックが作成されます。新規でサンプラートラックを用意するよりも直接ですねドラッグアンドロップしてしまった方が作業は早いかと思います。それではサンプラーでストリングスの音を鳴らしたいので、この元のMIDIとサンプラーにですね取り込む前のオーディオはミュートしておいた方がいいでしょうね。そしてこの中に打ち込みを行っていくという感じです。素材をですね入れた段階でもうすでに鍵盤に割り当てられていまして、ピッチなんかもコントロールすることができます。そしてこの C3 色が違いますけども、ここがですね元々入れた素材がそのままなりますという部分になりますね。ですので考え方的には C3 伸ばしっぱなしにすればこの取り込んだ素材がそのまま再生されるという感じですね。こんな感じです。それではただ伸ばしているだけですとちょっと面白くないので、例えばこういうふうに短めのですねリズムを刻むパートにしてみます。こちらボリュームは高めにしておきましょう。これいきますと、はい、今こんな感じです。何も加工せずにこんな感じになっていますので、サンプラーでさらにコントロールしていきます。いろいろとですねこのようにパラメーターがあります。例えば今このストリングスの音というのはちょっとふわっと入ってきてしまいますね。もう少しですねこの波形拡大してですね確認したいといった時は、こちらでですね縦の波形のズーム、こちらからはですね横の倍率を変更することができます。こうして少し大きくしてみると、この部分ですねフェードインのように入ってきています。で、ここで活躍するのがこのスタートポイントとエンドポイントと、要はMIDIを鳴らしている時にどの部分を使うかということになりますね。今このようにハイライトされている部分が鍵盤をされた時になりますと。そうしますと立ち上がりがいい感じになるはずですね。使うポイントを変えましたので、ボリュームが今度大きく感じてしまいました。こういった時はですね、このアンプの部分から全体ボリュームを下げることができますという感じです。まずこのあたりで範囲と適正ボリューム調整するといいかと思います。それでは次にピッチを見ていきましょう。これはもうそのままで音程をコントロールできます。コースでですね、今押している鍵盤を半音ずつ高くしていきまして、このファインですと100分の1半音ずつ微調整ができるといったところになります。で、これ初期値に戻すときはですね、 Mac コマンド、Windows コントロールを押しながらクリックしますと一発で初期値に戻りますので、ここも覚えておくと便利ですね。で、これで面白いのがこちらグライドという機能で、鍵盤同士の音程を滑らかにつなげることができます。今こちら0になっていますので、まあ、このように段階的に音程が変わっていくんですけども、これをちょっとでも上げるとですね、その時間をかけて滑らかに音程がつながるようになります。単位がですねミリセカンド、1で1000分の1秒になりますので、だいたい今そうこのあたりですね 0.2 秒ぐらいかけて音程が推移してきますというコントロールを行うことができます。例えばこれを複数の鍵盤で弾いたとき、はい、今ですね高い鍵盤は再生がすぐ終わって、低い鍵盤はゆっくり再生されるため、それぞれの長さが合わないことになりますね。これですとアレンジ面困る部分あると思いますので、そういった時に活躍するのがこのオーディオワープというもの。これを点灯させておきますと、すべてのですねサンプルの長さが同じになります。ワン音演奏してみますとこんな感じに、はい、しっかりとですねすべての長さが同じになっていると。そしてフィルター、このあたりもですねおなじみですね、ローパス、ハイパス、低音を削ったりとか真ん中だけ残すと、このあたりのフィルターの種類はですね弊社記事でもいろいろと解説をしていますので、記事の URL の方を貼っておきます。今ローパス、高音を落とすというやつですね。例えばこれをちょっとずつ落としていきますと、こもった感じ、落ち着いた感じを出すことができます。このあたりで質感を整えることもできるというものですね。レゾナンスでこのサウンドの癖、これはカットオフを動かした時に分かりやすいんですけども、癖をつけてドライブでですね若干歪ませるというようなですね音作りができます。アンプからは先ほど見ていただいたボリューム、そしてパンですねをコントロールすることができまして、一回ですね先ほどのフレーズ再生しますね。ちょっと歯切れが悪いという感じです。で、これをコントロールするのがここのアンプの右にあるですねこの ADSR ボタンを押しますと、アタック、サスティン、リリースをですねコントロールすることができます。
これですね、MIDI の演奏が終わった後、このぐらい音が残ってしまうため、今歯切れが悪いです。これをですね、じゃあゼロにしてみましょう。そうしますと、こんな感じ、歯切れが良くなって、いかにもちょっとサンプラーっぽい雰囲気が出ますね。アタックを上げればですね、先ほどのようにふわっと入ってくる。アタックが早ければ、すぐに入ってくる。今は鍵盤をされた時にすぐになって、離されたらすぐに止まると。このような加工を行うことができます。最後にこの上部分見てみましょうか。まず、ループモードなんですけども、ノーループとなっていますので、エンド位置まで行った時にですね、音が終わります。これ何度も繰り返したりとか、行ったり来たりという設定。例えばこれです。何度も繰り返します。これらを使うと短いサンプルでも意図的にこう長さを伸ばしてですね、演奏することができるので、覚えておくと便利かもしれません。で、こちらワンショット。これはですね、一回鍵盤を押されたらですね、このサンプルが最後まで鳴り切るというものです。こうした時は先ほど打ち込んだこの長さっていう概念がですね、無視されてしまいますので、どっちかというとこれは短いドラム系のサウンドに向いてるんじゃないかなと。これはMIDIリセット。要はですね、音が止まんなくなった時、たまにあります。そういう時はここでリセットをかけると音が止まるという感じです。こちらリバースですね。この波形自体を反転させて再生します。今ちょっと伸ばしでですね、わかりづらいんですけども、声だったりとか、ドラムループだったりとか、非常に面白い効果が得られます。そしてこちらがモノですね。これは単音しかならないというモードになります。なので複数でこう、先ほどのように和音で弾いても、どれか1個の鍵盤になります。この時面白いのがですね、ずっとこう音程を弾いていて、で、鍵盤をどっか押す。そしてですね、離した時にもう一回そっちの音程に戻ります。このようにレガート的な演奏方法を楽しむことができます。そして今ですね、行ったサウンドデザインをグルーブエージェントだったりとか、ハリオンなんかに持っていくことができると。今ですね、僕のパソコンにグルーブエージェントとハリオン入っていないので、こちら選択できないんですけども、こちらグルーブエージェント SE というものを選択しますと、ソフトシンセが追加されまして、ここのですね、C3 の部分に配置されます。で、こっちの方に持っていきますと、エフェクトをかけたりとか、より細かなですね、編集が行えるといった概要となっています。そういった形でですね、第2回にわたってキューベースプロ9の解説を行わせていただきました。かなり面白く便利な機能追加されていますので、製品をですね、ご購入された際はぜひお試しください。といった感じで今回の解説はこれで終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。